問来てた。新しくリククラゲとパーモットとハカドックの EX が紹介されたけど、ぶっちゃけどれが一番強いですか？結論、ノータイムでリククラゲ。5月19日に発売される EX スペシャルセットに収録されてるリククラゲ EX。 特性守りの禁止は、エネルギーがついてるポケモン全員は相手が使う技の効果を受けない。最近流行りの闇ラミ技ロストマインは1エネでダメ感12個を好きなようにばらまく効果。もちろん技の効果なので特性守りの禁止で守られる。1匹でもエネルギーがついていないポケモンがいたらそいつが狙われるだけなので注意。他にもイベルタルのアメイジングデス、相手のポケモンを気絶させるという効果も特性守りの禁止で守られる。ただし輝く月光牙の月光手裏剣、相手のポケモン2匹にそれぞれ90ダメージ、これは技の効果ではなく技のダメージなので守りの禁止で守ることができない点は注意。リククラゲの強さはこれだけじゃない。コロニーラッシュは2エネで自分のベンチの草エネルギーがついているポケモンの数 ×40 ダメージ出せる技。ベンチに出せるポケモンは5匹なので最大で280ダメージと思いきや、スタジアムカードスカイフィールドがあればベンチに出せるポケモンは8匹になるので、なんと驚異の2エネ400ダメージ叩き出す。さらにエネルギー加速の方法も優秀で、フォレトス EX 特性爆裂エナジーはデッキから草エネルギー5枚を自分のポケモンに好きなようにつける効果。5匹に1枚ずつつけることで一気に戦闘態勢を整える。フォレトス EX を使う場合、ナンジャモを絡めながらハンデス効果も押し付けられる点が優秀。フォレトス EX の気絶効果を嫌って使いたくない場合はチェリムの特性春爛漫、自分の場に何回でも手札の草エネルギーを自分のルールを持つポケモン以外につける効果。リククラゲ EX はルール持ちのポケモンなので春爛漫でエネルギーをつけることはできないが、進化前のノノクラゲはヒルールポケモン、問題なくエネルギー加速をすることができ、スカイフィールドでベンチにポケモンを8匹展開した場合でも問題なく全員にエネルギーを1枚ずつつけることができる。ベンチに展開するポケモンとしてラランテスがいれば、特性日本バレでこのポケモンがいる限り自分の草ポケモンが使う技のダメージはプラス20される。このラランテスの効果は重複するので4匹並べればリククラゲ EX はこだわりアイテムと合わせて2エネ510ダメージをいとも簡単に叩き出す。スタジアムカードに巨大植物の森を採用すれば、草ポケモンは出したばかりでも進化させることができるので、高校1ターン目から相手を封殺&蹂躙することもたやすい。ただこのリククラゲ EX はプロモカード扱いなので転売ヤーに目をつけられないよう注意して集めよう。チャンネル登録、高低評価、他のコンボ動画もよろしくね。コメント、質問、リクエストも待ってます。リテン TV。